とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。タワーシーズン5の30回のボスがうまいこといきませんと、いうことですね。いくつか倒し方あると思うんですけども、今日はそれを紹介していきたいと思います。やっぱりね、30回まで行ってやられちゃうとちょっとげんなりしちゃうよね。なので、確実に倒せるようにいくつか紹介しまして、自分に合った倒し方を選んでやるようにしてみてください。では1パターン目、こんな感じです。いきましょう。まずはこれです。6回の報酬でパワーシェイカー、これを取っていってください。1755ですけども、十分な追撃になります。これを取っていきます。そして9回のパワー職人、ここでパワーシェイカー、パワーを上げてください。86と若干ですけども、ダメージを上げることができます。ちなみに8回からのショートカットを使ってます。ということで、次行こう。次に16回の報酬で黒曜石のクレイモア、これを取っていってください。で、エンチャポイントが結構溜まってると思います。エンチャントをつけていきましょう。おすすめはアーティファクトシナジー、そして虚無の攻撃で、ここダイナモが良さそうと思うんだけども、ダイナモはほぼほぼ意味がないです。タワー下に戻ってこなきゃいけないので、なのでガードストライク、これでいいです。こういうエンチャントをつけておいてくださいね。そして17回報酬でドラですね。ドラも必要です。取っていってください。20回到着しました。ここのユニーク職人で先ほど取りました黒曜石のクレイモア、これを上げます。そうすると星なき夜に変化しますね。次に行きます。次に防具がまだ初期なので、新しいのが欲しいですよね。27回の報酬でバトルローブ取ってください。近接のダメージが 30% アップしますので、星なき夜との相性は抜群です。これに着替えてください。そしてエンチャントつけていきましょう。あまり意味はないと思うんですけども、まあ、変更は意味があるね。最後の叫び、そしてヘルスシナジー、これで大丈夫です。そして最後、28回の報酬でベックスの召喚の歌、これを入れていってください。こいつがいると盾になってくれるので、若干、安定感が増します。29回で星なき夜のパワーを上げてください。俺はミスって上げてこなかったです。でも上げてこなくても大丈夫です。最初にパワーシェイカーセットをしておいてください。で、出た瞬間に、ドラを使って攻撃ですね。そうすると瞬殺できますんで大丈夫です。で、一体になったところ攻撃していけばいいですね。オッケー。まあ、パワー上げてなくてもこれぐらい簡単に倒すことができるので楽勝です。パワーを上げてればもっと簡単に勝てるので、まあ、近接が好きな人はこういった戦い方いかがでしょうか。報酬はとりあえず見てみようかな。こういう時こそなんかね、変なの出るんだよな。どうだろうか。ああ、ダイナモ、ああ、惜しいな。よくない。じゃあ次の、やり方、行ってみましょう。では、次のパターン、行ってみましょう。3回の報酬で、狩人のアーマー、これを着ていってください。で、2回目言いますけども、8回からショートカットをする前提です。前提じゃないと、ちょっとね、この装備は向いてないので、おすすめできません。8回からショートカットをする前提で行ってください。狩人のアーマー、着ていきます。
9回つきました。9回のパワー職人で狩人のアーマー、パワーを上げていってください。実際上げなくてもいいかもしれないですけども、俺は一応上げてます。もしかすると必要ないかもしれません。次いきます。さっきと同じく弱体化のドラ取っていってくださいね。20回到着しました。防具を上げます。旧兵のアーマーに変化しますので、これでさらに硬く強くなります。23回の報酬で森の矢筒、これですね。森の矢筒は強い、持っていってください。27回の報酬です。バーストクロスボウ、これを取っていってください。28回の報酬です。さっきも同じく取りましたけども、ベックスの召喚の歌、いい盾になってくれますよ。そしてさっきはちょっと行きそびれたんだけども、ここ必ず行ってください。金細工職人、防具のパワーが少なくて HP に若干難ありです。旧兵のアーマーを上げて117までやってください。おお、クールダウンがうまいことつきましたね。たまにこういう運がいいこともあります。で30回まで行きまして、でボスは出ないので1回下に戻ります。その前にエンチャント入れていきましょう。まず旧兵のアーマー、タンブルビーとビーストボス入れてください。8、そしてベックスが出てきますので、ビーストボス、これがものすごく効くようになります。でバーストクロスボウ、虚無の攻撃、そして、テンポセフト、もしくはクリティカル、どっちでもいいです。俺はテンポセフトを入れて、敵の色が変わって本体が分かりやすくなるのでこっちにしてます。そして重力ですね、本体以外が、ぐっと集まって倒しやすくなります。重力を入れてるとそこそこ安定感が増しますよ。ではボス行ってみましょう。では戦い方です。まず入りましたら森の矢筒、これをつけていってください。でボスが出るところ、もう本体が出るところはサークルが出て分かりやすいです。そこにドラを使ってまずは片方を仕留めます。この旧兵のアーマーが入ってると、あー、やりきれなかった。旧兵入ってると 30% ダメージが上がるので、速攻で倒すことができます。今のはちょっとうまいこといかなかったんだけども、うまいことできれば、2体速攻で片付けることができます。ということで報酬まで見てみましょう。何が出るかな。うん見てわかる、全部微妙だ。はい、ではもう一つ紹介していきます。それではラスト3つ目の方法です。4回の報酬で乱射のクロスボウ、これを持っていってください。そして9回のパワー職人、ここでもちろん乱射のクロスボウを上げていってくださいね。17回の報酬、忘れずに弱体化のドラ取っていってくださいね、重要です。19回まで来ました。19回、ユニーク職人で乱射のクロスボウパワーアップさせてください。輝くハープクロスボウ、まあ普通のハープよりは弱いんですけども、まあ一応やっておいて損はないですね。そして次は22回の報酬、シュルカーアーマー取っていってください。これのエンチャントが重要になります。22回の報酬、もちろん森の矢筒忘れないようにしてくださいね。そしてラスト28回報酬、ベッグス持っていってください。そして29回商人ですね、防具の HP も上げたいところですけども大丈夫です。輝くハープクロスボウ、これを上げてください。117まで上がりますね。でエンチャント入れていきましょう。重要なのは臆病、そしてポーションバリア、この2つです。臆病を発動しやすいためにヘルスシナジー、これも入れといてもいいと思いますけども、まあ基本的に最初で決めてしまいますので、
とりあえず、臆病、ポーションバリア、この2つ入れておいてください。そして、火力をマシマシにしていきたいところですので、火属性、そして貫通ですね。入れておいてください。貫通があると、雑魚敵も同時に倒しやすくなるので、おすすめです。ということで、準備は大丈夫ですね。ボスと戦っていきましょう。それでは、ボス到着です。倒し方は、バーストクロスボウと同じくですね。森の矢筒装備しまして、で、ドラを使って一気に決めるっていうことです。ハープクロスボウの方が火力が出るので、安定感はあるんだけども、どうでしょうか。はい、よいし。OK。いけました。で、一応安全のために、ポーションはすぐ使えるようにしておいてください。一応、ポーションバリアがついてるので、9秒間はダメージを大幅に減らすことができます。で、ここで一つ注意点ですね。この2回目、3回目、弓を使った攻略なんですけども、矢が8回までに1本も出なかったらば、きつくなる場合があります。それが、最初でね、敵を倒し損ねた場合、矢がね、ちょっと尽きる可能性があるのよ。なので、そんなミスることはないとは思うんですけども、一応、矢が出なかったら、ちょっと注意だなっていう風に思っておいてください。まあ、基本的に、最初の、数秒で決めてしまうっていうのが一番なんですけども、ミスった場合を考えて、立ち回ってみてください。では、報酬見てみますね。なんか出るかな？渋い。これだな。これ売るしかないっすね。はい。ということで今日はコメントいただきましてありがとうございます。30回のボス、やり方覚えれば結構簡単にいけます。俺のおすすめはハープクロスで一気に行く方法ですけども、まあ他の2種類自分に合う方を選んでみてください。で、そして、気づいた人もいるかもしれませんけども、今回スポンジストライカーを作ることができます。それもね、ちょっと試しては見たんですけども、ちょっと多分動画今入れ込んでると思うんですけども、試しては見たんだけども、ワンパンできないんですよね。痛みサイクルついてるにもかかわらず。なぜかわかんないけどね。イリュージョナーには効きづらいのかな。なので、スポンジストライカーはおすすめできません。俺のおすすめは、ハープクロスで倒すことです。やってみてくださいね。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。